で、なんかパーフェクトランも面白くないらしいんだよ。聞いた話によると。まあ面白くないだけで、苦痛ではない。まあ、レート入ってないからな。パーフェクトランってもの自体があんま面白くはないからな。もういい。もうやりたくない。満足。もう満足した。もう三段ダイブできないかな。あ、余裕じゃん。なんでちょっとずれてんの？もう、で、本当に頼むよ。頼むから、ゲームを、マリオを動かさせてくれ。頼むって、マリオが動かない死に方はこりごりだって。
はあ。もう猫ミーム自分のブーム半年ぐらい前に去ったのに。流行るな。遅れて流行るんじゃねえ。自分が流行らそうと頑張って、ハッピーキャットを、押してたのに。遅すぎる。マイブームだったんだよな。半年ぐらい前の、ハッピーキャット見るのが。バナナ猫。最近見るのよくわかんないけど、ね、よくわかんないところがね、ただ可愛いだけだから、猫が可愛いだけ、それだけ。ヒービビルボールエスペも飯食うとやっぱ疲れるな。勝手に疲れてくわ。消化のせいで勝手に疲れてく。しかも食ったのがカップラーメンだったせいでさ、めちゃくちゃ消化が、消化に悪い。今なんか、え？今ヒップ出すさ、するって音なんなかった。ヒップ出した時になる音。一瞬なんなかった。気のせい。なんだったんだ。
こんにちは、どうも。はい。ああ、よかった、モニターが。露呈してないし、なんなら面白くなくするところだ。本家より、本家やったことないけど絶対面白くないでしょ、こっちの方が。ここまでイライラする時点で明白だわ。せめて面白く作ってほしいよな。2回目な気がする、これを言うの。6面でも言った気がするわ。で、多分この後、モーニングはその分、好感持てるわって気がする。6面で。ちゃんとリスペクトして作ってるから。リスペクトあるのかもしれないけどさ、どこリスペクトしてんだよ、小さくするだけって。わけわからん。本当にそれリスペクトなんですか。まあ多分小さくしただけじゃなくて、ちゃんと一から面作ったんだろうな。似た面。持ってきたのかな。作ってるよな、ちゃんと。あと一個。よ。入りやすい方を選ぶか、入りにくいけどほぼ確定で入ったらいける方を選ぶか。
どっちもやだなぁ。なんか、このゲームさ、どっちもやだっていう二択を永遠とやらせてくるよね。最悪だわ。ほんと。究極の二択の、ほんとに究極の二択だわ。改造マリオで究極の二択やらせてるだけ、このハック。最初から最後まで。もう、バイト終わり。バイトしてたんだ。バイトできるんだ。お疲れ。ちなみにこのバイトできるんだわ。偶然バイトで出会った同級生に言われる言葉です。悲しい。バイトしてるイメージが全然湧かないって言われた。よういけたな今。オッケー、通常終わりだ。